はい、G チャーハンのムイです。久しぶりのラジオでございます。皆様お久しぶりでございます。梅雨のせいでね、ろくに満足のいく撮影ができてない我々ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今回は、ムイが買ったナイトショットカメラのね、テストのためにやってきた、波佐間不動尊の画像を流しながら喋っていこうと思います。霧がすごいし、トンネルが封鎖されてるし、ウリ部を取り逃した。本当に残念な結果で終わりましたが。でもこの波佐間不動尊はね、この今真ん中に映ってる青い粒、開けた。みたいにね、ちょっと画像、映像の方は、ちょっとあれだったんですけど、画像の方はね、なんていうの、お蔵入りっていうか、そのまま、なんていうの、なしにしちゃうのはちょっともったいないかなって思ったので、今回ね、こうやって画像で、お送りさせていただいております。まあ、朝鮮トンネルの方はね、まあ 行ったところでどの道霧がすごかったと思うからな。トンネル封鎖されてて、まあ。でも動画であった通りね、本当になんか変な感じはしてたんだよ、あれ。なんか、嫌な予感っていう、それは。それを引きずったままここに、ね、来て、またこっちでも良くないこと起こるんかなって思ったけど、かっちゃんが、なんていうの、オーブ全然取れないみたいなことを言ってたから、あれ今日は本当に外したなって思いながら、撮影してた感じですね。でも、その正直かっちゃんがそのうまくオーブ取れないとか言ってる云々よりも、無意としては もうどうしようね、ナイトショットカメラ。チラッと見せたけど、変わらんもんね、あれ。明るいとこと暗いとこです。暗いところが見えるようになるわけでもなかったじゃん。どうしよう。そう、動画の方を今回ね、アップを見送った理由の一つがそれでして、ナイトショットカメラの性能が思ってたよりっていう感じで、まあ、ムイもカッちゃんもお互いにね、ナイトショットのカメラに対して困惑してるセリフが多くてですね。ああ、こんな感じか、みたいな。で、まあ、それもワンチャンありかなって思ったんだけど、せっかくこうやっていい画像撮れてるわけだしね。でも、動画にするにしては、本当に無意の落ち込みっぷりっていうか が露骨で、落ち込んでても、まあ、高い買い物したのに、みたいな、そういうなんか、なんていうの、周りの人から見れば面白い落ち込み方ができてれば、まあワンチャン編集するかなって思ったんだけど、割とマジでショックだったんでしょうね。マジで喋らなくなったんで もう本当に、動画見返してびっくりした。全然喋らんやんけ。ナイトショットこれどうしようってどうやって扱っていこうって頭で考えてね。割とかっちゃんは結構ね、喋ってたりするんだけど、無意が無言になってるシーンが多いっていう感じなんですよね。そもそも、無意が無言になりつつあるっていうのプラス、波佐間不動尊に関して言えば、この場所だけは、本当に、他の心霊スポットと違って、普通にこうやって、なんていうの、会話するだけの声のボリュームで喋るのも、しづらいなんか、喋りづらい雰囲気が、ある場所なんですよ。ここは、本当に。空気が重いとか、そういうのじゃない。何ここ？めっちゃ怖くて声出ないんですけど、みたいなのでもない。そういう恐怖心だったら、他の動画見てもらったらわかるんだけど、無意は物怖じせずに突き進んでるので。ここよりやばい心霊スポットは散々行ったので、正直。だってここでモヤも取れたことないしね。まあ、ここはもや取れないと思うけど、そういうもや取れる場所の方が、心霊的な意味で言ったらよっぽどやばい場所だから、そういうなんか恐怖によるなんか声出ないじゃなくて、なんて言うんだろうね。満員電車の中みたいな感じ。特に空気が重いわけじゃなくって、でもなんか周りのみんな喋らないじゃん。絶対に声出したらあかんよっていう場所じゃなくて、別に喋っていいんだけど、あれ？なんか喋りづらいなっていう。
そんな感じの、喋りにくさが、ここにはあるの。本当に。そんな喋りにくさの場所で、さらにムイがテンション落ち込んで喋らなくなって、で、まあ、悪いことにね、悪いことが重なってしまった結果、こうして、まあ、映像もね、本当は見せれればいいんだけど、こうしてラジオで、せめて画像だけでもとお見せしている次第でございます。でもまあ、昨日の動画だと二つしか紹介してないんだけど、最近ね、本当に無意のミスが多くてね。他にもなんていうの、撮影、うまいタイミングで撮影できなかったとか、いろいろあるんだけど、他にも行ったことある心霊スポットに対して、行ったことを綺麗に忘れてて、3時間かけて その場所まで、行って、ようやく、あ、ここ来たことあるやん、とか。近場ならともかくね、3時間かけた場所でそれはやっちゃダメなんだ。とか、他にもは、とある動画撮って、なんかオチが納得いかないから撮り直しでって、撮り直したりする動画だとかね。基本的に全部ね、それね、無意の責任っちゃ無意の責任で撮り直してることになってるっていうか、やらかしてるミスなので、どうしたもんかね。あと最近コメントでね、皆様本当に視聴、動画見てくれるだけでなくコメントとかね、グッドボタンも押していただいて本当にありがとうございます。本当にコメント来てくる、くれるのって、ありがたいし、なんていうか、始めて3年ぐらいかな？このチャンネル。で、今、なんていうの？ 1 年前、2年前ではこんななんていうのコメントもね、来ると思ってなかったし、ラジオもね、最初やるのどうなんだろう？こんなんでいいんかなって思いながら始めたら、意外と好評で、なんていうの？嬉しいというか、ね、いい、なんていうの？そんな感じなんだけど 感謝感謝の、ね、極みなんだけど、最近ムイ太ったっていうコメントはいらないよ。コメントでちらほら来るねんけどね。よう見てるね。そんなところ別に見なくていいんですけれど、わざわざコメント来るじゃない？違うよ。コロナのせいだよ。コロナのせいでジム行けないんだもん。いや、まあ。どの道編集で忙しくてジム行く時間もね、そんなないのかもしれないけれど、そのコメントは 見ると返すのにも困るので、ぶっちゃけた話。まあ、その通りだねとしか言わんし。まあ。でも本当にね、視聴者が無意のことはさておいて、動画で、なんていうの、声が聞こえるだとか、例えばラジオの写真でも、なんていうの？例えば、何番の写真のどこどこにどんなん写ってるよみたいなコメント来るじゃないですか。みんなすげえなって思う。普段動画でね、進行している矢印つけてってやってるけど、俺はあれ以外何も気づいてないから。それでいいのかって思うけど。なんていうの、まあ、そういう見落としをみんなに見つけてもらおうっていう体で始めたのがそうなんだけど、みんなよう見つける、そんななんか、二つの絵を見比べて間違い探ししてねっていうものでもないじゃんだって。人によっては絶対行ったことないじゃん、こんな場所っていう場所でさ、なんかここおかしいんですけど、みたいなことを言うじゃん。すごいよ、みんな というわけで、画像も終わりつつあるので、今回のラジオはちょっと短めですが、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またコメントとか、ね、していただけると嬉しいです。無理が太ったっていうコメント以外で はい、お願いします。よろしくお願いいたします。